おはようございます。増田敏夫でございます。美しい国、日本のために、の時間で、あります。今日は、最近日本で特にいろいろと議論されております台湾有事という問題について少し掘り下げて、お話をしてみたいと思っております。そもそもこの台湾有事という事態がこの起こってきたということ、その背景にはですね、日本と中国との国交回復、ちょうど今年は国交回復50周年記念になるんですね。1972年の9月29日だったと思いますが、当時の日本の総理大臣田中角栄、それから中国の当時の首相周恩来、それから毛沢東というこの間でですね、国交正常化をしましょうという、まあ、基本条約、基本合意ができたわけであります。そしてこれがですね、日本と中国との間の条約という形になったのはそれからかなり遅れまして、1978年ですね。ですからまあ6年ぐらいちょっと後になるわけですが、1978年、にこの、まあ、条約ですね、日本と中国との間の日中友好条約というのが締結されたわけであります。アメリカの方もですね、同じ年、つまりアメリカと中国が国交回復したのもですね、日本と同じ年でありまして、1972年の2月の21日なんですね。まあ日本が9月でアメリカの方が2月ということで、アメリカの方が少し早い、早くなっているわけですね。そしてアメリカの方も同じく中国との間で、米中友好条約と、米中平和友好条約という、まあ条約を締結するわけですが、これはかなり遅れまして、1979年の1月の1日ということになっているわけであります。この日中、それから米中の間のこの基本条約の中で最も重要なのが、この条約の基本条項なんですね。まあ最も重要な中心的な約束事というふうに考えていいと思うんですが、それはですね、中国は一つ、そして台湾は中国の一部と。当時はですね、1972年、それから条約が締結された1978年、79年、この間ずっとですね、台湾というのは中華民国という独立国だったわけですね。独立国であったということはですね、中華民国は国連の安全保障常任理事国、今はまあ5カ国が常任理事国になってまして、中華民国は中国を代表する、いわゆる安全、保障、安保理と言われますが、安全保障理事会の常任理事国だったわけであります。しかしながら、この、アメリカの場合は1979年1月1日、日本の場合は1978年にですね、まあ、条約が締結されて、そこの基本条約、すなわち中国は一つ、台湾は中国の一部という基本条約ができたわけですから、この条約の日をもってですね、中華民国、すなわち台湾は国連から脱退するということで、今日に至るまで台湾は、
名実ともに独立国なんですが、国連には加盟してないということになっているわけです。台湾有事という問題はですね、この日中、それから米中の平和友好条約、この基本条項ですね、今言いました中国は一つ、台湾は中国の一部という、この基本がですね、ベースになって、いろいろな問題が起きているわけであります。これは誰の目から見ても明らかなんですが、台湾は中国の一部という基本線があるんですけども、現実は台湾は、すなわち中華民国は、中華人民共和国の一部ではないわけですね。これはもう歴史とした事実ですね。台湾という国土も、あるいは領土もですね、中国には属していません。それから政治もですね、中国の何らの影響も受けてないということで、名実ともに台湾は中国の一部ではないわけであります。しかしながら、条約というのは約束事ですから、この条約、すなわち中国は一つ、台湾は中国の一部という、全く現実でない、全く現実と異なる、これをですね、条約ですから、アメリカも日本も中国に対して守らなきゃならないわけなんですよ。というのは、日中平和友好条約、それからアメリカの米中平和友好条約、これ、それぞれアメリカ合衆国議会、日本の国会、これで批准されてるわけですから、これはですね、義務なわけです。だから、中国は一つ、本当は二つなんですが、事実は二つなんです。これはもう紛れもない事実で、中国の一部であるということはいかなることをもってしても証明されませんね。中国の台湾は、今の台湾は中国の領土の一部になってませんし、それから台湾の国会、台湾の憲法のもとに国会があってですね、そして台湾の総統は選挙によって選ばれ、そして台湾の、台湾の国会の議員、これも選挙で選ばれるということで、台湾自身が国民と共にですね、認めた政府であって、ここに中国は何一つ関与してないし、何の影響も持ってないわけであります。実はこの台湾有事っていうのはですね、この現実と、それから日本、そしてアメリカが中国と条約でもって約束していることと、この違いですね、現実と約束と、いうことのですね、大きな違いがあるわけですね。この違いがもとに台湾有事という問題が起こっているわけであります。わかりやすく言いますと、中国としては台湾は中国の一部なわけですから、これを名実ともに中国の一部にしたいわけであります。方法は二つありまして、一つは、武力をもって、この台湾を平定するという方法と、もう一つは、現在の台湾政府と中国政府とが話し合って、どういう形にしたらいいか、すなわちどういう形で、台湾が中国の一部になるという、どういう形が、その、お互いに、つまり台湾の国民も中国の国民も、納得できる、そういう形がないもんだろうかということを模索してですね、それなりの、形を作ってですね、そして、合併するというか統合するというか、こういうこの二つの道があるわけです。武力行使か、あるいは話し合いかということなんですね。私の意見を言わせていただきますならば、台湾有事というのはですね、武力行使ということなんですよ。ね、私の意見としては武力行使はありえないという立場であります。
で、なんでありえないかというとですね、現実は現実なんですね。歴然としてるわけです。台湾は独立国なんです。そして、中国と何の、この、中国の政治も、中国の領土の一部でもないし、政治的な影響もないし、完全に独立してるわけですね。したがって中国としては先ほど言いましたように、武力が話し合いかということになるんですが、まあ、ウクライナにロシアのプーチン大統領が、2022年の2月の24日に軍事侵攻するわけなんですが、これとちょっと訳が違うんですね。ウクライナっていうのはもともと中、もともとロシアの領土だったわけです。これも歴史的にですね。だから今のウクライナは元を正せばロシアの領土なんですよ。ね。そして、ロシアの住民、全員ではありませんけれども、半分ぐらいはですね、ロシア系の住民で、中にはロシア語しか話せないという、そういうのが国民なんですよ。したがって、そういう意味で現実にですね、国民の一部がロシア人であるということと、もともとロシア領であったということですから、元を正せばですね、ロシアのものだったと、ロシアの領内であったということで、そこでですね、武力侵攻をするということなんですね。ですから、このロシアのウクライナに対する武力侵攻と、中国が台湾に武力侵攻するということとはもう、月とすっぽんぐらい、この背景が違うわけなんですよ。したがって私はですね、私の意見というのは、武力侵攻はありえない。ね。どう考えてもですね、武力侵攻というのは、今日の世界、社会主義社会主義制度であろうと、民主制度であろうと、どんな主義の国家であろうと、今、現存として独立して、いる国を武力でもって、統合するということは、これはもう明らかに侵略行為ですね。で、これはですね、今の、まあ、プーチンのウクライナ侵攻は、侵略と言えるかどうかという問題があるんですが、もし中国が台湾に武力侵攻した場合はですね、これはもう侵略の鏡のようなもんですね。したがってですね、私はそれはあり得ないというふうに言ってるわけであります。また引き続きまして、この台湾有事の問題、もう少し掘り下げてお話をしていきたいと思います。